韓国旅行ですって？あなた、あの話を知らないの？あの話ってどの話？台湾人女性による日本と韓国の評判にまつわるエピソードが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回は、日本に騙されるな。台湾人女性が日本と韓国の評判を調査した結果の話題です。海外。日本から帰ってきたばかりだけど、もう日本に帰りたい。日本から地理的に近く、グルメを楽しめる国として人気がある台湾。比較的治安も良く、手軽に異国の雰囲気を味わうことができるため、毎年多くの日本人が旅行に訪れています。また、日本を訪れる台湾人さんも多く、毎年必ず日本に行くという人もいるそうです。日本でしか買えない商品を購入したり、アニメやドラマのロケ地巡りをしたりと、思い思いの楽しみ方をしているようです。さて、今回ご紹介するのは、台湾人女性によるエピソードです。彼女は友達と海外旅行に行く計画を立てていたそうです。彼女の希望は日本旅行でしたが、友達に韓国旅行はどうかと提案され、それぞれの国について調べてみたと語っていました。一体どのような違いがあったのでしょうか？どうぞぜひ最後までご覧ください。そしてちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。私は日本のアニメやドラマが大好き。高校生の時、J-POP の影響で日本語を学び始めた友達がいたの。それを聞いて私も日本語を勉強するようになったわ。日本のサブカルチャーがきっかけで日本語を学ぶようになったっていう人何人も知っているのよ。日本語は第二外国語としても人気があって、台湾の大学の 30% が日本語学科を設置していると言われているわ。日本語や日本文化を学ぶようになり、私はいつか絶対に日本に行こうと考えるようになった。大好きなドラマのロケ地を実際に見てみたい。それに伝統衣装の着物を着てみたい。雪の上を走り回ってみたいし、日本料理も食べてみたい。高校生の時はいつか行けたらいいなくらいにしか考えていなかった。でも同じ大学に通う親友から夏季休暇を使って海外旅行に行かないかって誘われたの。私は迷わず日本がいいって答えたわ。彼女とは高校の時からずっと仲良くしている。彼女が日本語を勉強するようになったから私も始めたんだし、てっきり日本行きに大賛成だと思っていた。ところが彼女、日本にも行ってみたいけど韓国はどう？って言うのよ。すると私たちの話が聞こえたのか、近くにいた別の友達が声をかけてきた。韓国旅行ですって？あなた、あの話を知らないの？あの話ってどの話？一体何のことだろう？声をかけてきた友達は、SNS に投稿されたじゃない。と言いながら説明してくれた。それは台湾人女子学生による投稿だった。その女子学生は韓国のソウルにいる友達を訪ねていったらしいわ。そしてなんと SNS でソウルに二度と行かない理由を10個挙げていたの。一つ目はひどい大気汚染。投稿した女子学生は初日に飛行機がソウルに着陸するときに大気汚染のひどさを実感したそうだ。確か韓国のソウルは世界の都市別汚染度ランキングでワースト1を記録している。飛行機の窓から外を眺めても霞んでしまって地上の様子が全くわからないらしいわ。それほど離れていないターミナルビルさえ霞んで見えないとか、街中の空気汚染についてはどの程度なのかわからない。二つ目は自動車が歩道に乗り入れて歩道に駐車する。韓国では駐車場が足りず歩道に乗り入れて車を止めていることが多いらしい。たとえ駐車場に止めていても車の前のスペースに止められることも多く、すぐに車を出せないという話もある。そういう場合、止めてある車を手で押して動かさないといけないみたいよ。警察官ですら歩道にパトカーを止めてコーヒーを買っているらしいわ。ただ台湾でも歩道や横断歩道に車やバイクを止めている人がいるからあまり強くは言えない。道路に穴が多くてデコボコ、坂道がとても多くて急勾配、
高速鉄道に自由席がないという理由もあった。コンセントも電圧も台湾と違う。これはまあ仕方ない気がするわ。国が違うからね。街が汚い。韓国は道端もトイレも汚いそうだ。歩道は凹凸が多くて歩きにくく、生ゴミや吸殻、ペットボトルやテイクアウトのプラカップが落ちているとか、下水の匂いがすることもあるみたいね。台湾も場所によってはゴミが気になることがある。だけど清掃員さんが掃除をしているから割と綺麗なのではないかしら。地下鉄の駅の入り口付近だって綺麗よ。ただ台湾にも未だにトイレットペーパーを流せないトイレがあるの。それに便座に乗って用を足す人がいるからトイレが綺麗とは言えないと思う。地下鉄が不便。これは実際に利用してみないと何とも言えないわね。でもソウルに住んでいる現地の人ですら混乱するそうよ。公共交通で譲り合いをしない乗客がいる。エレベーターの中で大声で話す。美味しい韓国料理は日本でも台湾でも食べられるという理由もあったわ。台湾人の女性がそう感じたのなら、韓国の人は声が大きいのかもしれない。この台湾人女子学生の投稿には、韓国人による共感するコメントや批判するコメントが数多く寄せられていた。反論できない事実だ。外国人にとってソウルは観光するほどの場所ではないっていう韓国人もいるみたい。韓国人も自国の住環境に不便を感じているとか、ソウル市内は汚すぎてびっくりするとか。その一方で、台湾でも同様のことを感じたっていう韓国人もいるし、言っていることに間違いはないけど、ソウルには二度と行きたくないというほど台湾は素晴らしいのかという人も。台湾は虫が多いっていうコメントもあったわ。台湾の女子学生の投稿には、台湾にいても日本にいても美味しい韓国料理が食べられると書いてあった。ということは、この女性は日本にも行ったことがあるのかもしれないわね。それに対するコメントなのか、台湾人は日本にだけ行けばいいとか、日本が最高だと信じていればいいっていうものもあった。中には、日本に騙されるな、なんていうコメントも。確かに自分の国を悪く言われたら誰だって不愉快よね。だから台湾人女子学生の投稿に批判的なコメントをつけるのはまだわかる。でもどうして日本に騙されるな、なんて言うのかしら。これは理解できない。私たちがそんな話をしていると、また別の学生が話に加わった。彼は、俺のいとこも韓国に行ったけど、もう二度と行きたくないって言っていたぞ。というの。なんでも、そのいとこは韓国でぼったくり被害に遭ったそうだ。屋台で買った料理が異様に高かったとか、値段に釣り合わない粗末な料理を出されて追加注文を勧められたとか、衛生面でも問題がありそうな屋台が多く不安になったという。タクシーでもぼったくりにあったらしいわ。韓国のタクシー運転手は外国人観光客をターゲットにしているのかしら。韓国旅行に行った外国人の多くがタクシーで嫌な思いをしているみたいなの。飲食店で不正に高額請求されたアメリカ人観光客やドイツ人観光客もいるそうよ。台湾は治安がいい方だと思うから、海外に行ったら気をつけないといけない。韓国では車やバイクが歩道を走るから危ないし、フードデリバリーは赤信号を無視してものすごいスピードで走り抜けていくという。さらに彼はこんなことまで教えてくれた。韓国と日本は共に外国人観光客が多く訪れていて、外国人の多くはどちらも似たような観光地として認識しているけど、リピート率に大きな差があるという。ちょっと古いデータだけど。と言いながら彼が見せてくれたのは、韓国と日本を訪問した外国人観光客数とそれぞれの国へのリピート率。韓国文化観光研究院や日本の観光庁などによると、韓国を訪れた外国人観光客数は1,724,1823人、日本は2,403,9053人。日本を訪れた外国人観光客の方が多いみたい。リピート率を見ると、韓国は 38.6% で、日本は 61.6% となっている。その前の年の韓国へのリピート率は 46.1% だったから低下したのね。
これに対し日本へのリピート率は前年の 58.7% から上昇している。随分はっきりとした差があるじゃない。同じような観光地として認識していてもリピート率にはかなりの差がある。つまり日本の方が魅力的な観光地だと感じている外国人観光客が多いっていうこと。韓国はもう行きたくない国で、日本はもう一度行きたい国。一体どうしてだろう。韓国と日本の違いちょっと気になるわね。私は友達と一緒に韓国と日本を訪れる外国人観光客のリピート率に差がある理由を調べてみた。するとこんなことが分かったのよ。一つは治安の違い。最近の韓国では外国人観光客のトラブルが増えているという。特に多いのは女性観光客のトラブルだそうだ。その点日本は夜でも女性が一人で外出できるほど治安がいいみたい。韓国は見るべき観光地がないという理由もあったわ。日本には数多くの観光地があるのに、韓国はソウルくらい。そのソウルでぼったくり被害に遭うのでは、確かにまた行きたいとは思わないだろう。韓国は地方に魅力がないのだそうだ。地方特産の食べ物や料理はソウルでもどこでも味わえる。わざわざ地方に行く意味がないのよ。食堂に入ったとしてもソウルの中心部以外だと英語メニューがないから、どんな料理なのかさっぱりわからないとか、ハングルで書かれていて料理の写真もないからオーダーしにくいという。日本の飲食店は場所にもよるけど、英語メニューや写真入りメニューを用意しているお店が多く、日本語がわからなくても困らないのだそうだ。これはわかる気がする。現地の言葉がわからないのに現地語でしか書かれていなかったらどうしようもないもの。韓国ではタクシーだけでなくショッピングでもぼったくりに合うみたい。強引に売りつけてくることもあって不快だったっていう外国人観光客も多いそうよ。韓国人は未だに外国人に対する偏見が強いようで、外国人観光客を侮辱する言葉を使うという。韓国語がわからないと思って好き勝手なことを言われているのかしら。あとこれは私たち学生には関係ないけど、韓国のビールは美味しくないみたい。日本のビールよりも安いけど薄くて美味しくないんですって。高級なウイスキーを割って飲むにはいいのかもしれないけど、そのまま飲むにはまずすぎるっていうコメントもあった。ある中国人観光客グループの話だと、韓国では屋外では缶ビールしか飲めないけど、日本でなら屋外で冷えた生ビールを飲めるらしいの。温かいはずの料理は冷えていて、プルコギはタイヤのように硬かったと言っている中国人観光客もいるみたい。中国人を対象とする韓国ツアーに参加したら、到着直後から休憩もなしに目まぐるしく名所旧跡を連れ回されたそうよ。ロッテワールドに行ったものの時間が足りなくてアトラクションには乗れなかったとか、結局免税店巡りになってしまい、高麗人参とか松茸とかの高額商品を勧められたらしいわ。購入しないと韓国人ガイドに逆ギレされて、もう二度と行きたくないと思ったという。それと韓国では Google マップが使えないからもう行きたくないという人もいたわ。韓国だと国産アプリ以外の地図アプリの使用は禁じられていて、全国を統一した地図アプリは存在しない。それに比べて日本では普通に Google マップを使える。日本ではホテル予約も観光ガイドもレストラン情報のチェックも Google マップだけで完結するそうよ。台湾人女子学生の投稿にもあったけど、韓国の街中はゴミが多く路面はデコボコしているらしい。段差や穴も多くて、スーツケースを引いて歩くとタイヤがダメになってしまうそうだ。それに韓国では韓国を訪れる外国人観光客の中でどこから来た人が最もお金を多く使うかまで報じているの。中東からの観光客が一番多くお金を使うのに対し、日本人はお金を使わないケチな客だと報じる記事もあったわ。観光客をそんな風に見ているなんて感じ悪いと思う。外国人観光客だって嬉しくはないはずだ。でも最近では中東からの観光客の間でも、二度と韓国には行きたくないという声が上がっているそうなの。どうしてかというと、偽ハラルマークを貼って食べ物を売っているお店に騙されたから。
韓国では公共性のないハラル認証機関によるハラルマークが横行している。認証を受けていない偽のハラルマークを勝手に貼るなんてモラルが疑われるわ。インドネシアでも韓国のラーメン4種の販売を禁止することになったそうよ。過去に韓国でハラル認証マークを取得していたにもかかわらず、検査したらなんと豚を使っていることが判明したの。韓国からの輸入食品が本当にハラル食品なのか疑わしいという声も上がっているみたい。海外からの観光客はこういった理由で韓国にはもう行きたくないと考えているのよ。でもこれは外国人観光客に限った話ではない。韓国人も同じように思っているみたいなの。例えばこんなコメントがあったわ。韓国の観光地では同じ韓国人でも騙す、外国人ならなおさらだ。韓国にはソウル以外何もないけど、日本は地方ごとに発展しているし特色がある。韓国では不便さを打ち消すような景色や体験が得られない、感動がない。韓国人の間で人気の観光地に最終島があるけど、ぼったくりが横行していてひどい。店側は店を出す場所代が高いからぼったくらないと赤字になると言っている。警察が自転車に乗らない方がいいというほど危険な街だよ。韓国製の地図アプリは10年前のヤフーみたいな感じ。日本を一番リピートしているのは韓国人だよ。そうなのね。日本は韓国人観光客から人気なんだわ。日本を訪れる外国人観光客のことを調べてみると、外国人全体での2回目以上のリピーターの割合は 60% 以上あるのに対し、台湾人だけで見ると 80% を超えていた。台湾から日本に行く人はかなり多く、しかもそのほとんどが再び日本を訪れているのよ。台湾人が日本を訪れる目的は人によって様々。ショッピングや自然観光が目的で日本に行く人もいるし、温泉入浴を楽しみにしている人もいる。日本でしか購入できない商品はたくさんあるわ。お菓子や医薬品、健康グッズ、日本の商品や日本の電化製品を買いに日本に行く人も多いという。あと、スノースポーツを楽しむために北海道に行く台湾人も多いみたい。スキーやスノーボードよ。スノースポーツは冬にしか楽しめないけど、夏の花畑や北海道の美味しい海鮮料理が目的で北海道に行くという台湾人も少なくない。北海道は台湾人に人気の都道府県ランキングで1位になっていたわ。日本の伝統衣装である着物の着付け体験も人気があるようだ。観光スポットランキングだと1位は富士山だったわ。2位と3位が東京ディズニーランドとユニバーサルスタジオジャパン。台湾にはディズニーランドのような大規模なテーマパークがないから、みんな日本のテーマパークに魅力を感じているんだと思う。その後私と友達は相談することなく旅行先を決めた。もちろん日本よ。夏季休暇を利用するからスノースポーツは楽しめないけど、ショッピングやテーマパーク、日本料理を楽しめるように計画を立てたわ。そして日本では口コミの多くが本当のことだと実感したの。街中は綺麗だし、トイレはどこを使っても無料で清潔感がある。食べ物も美味しいし、最高の旅行だった。たくさんの外国人観光客がリピートしたくなる気持ちがすごくよくわかったわ。詳しくはまた別の投稿で紹介するわね。それにしても、帰ってきたばかりなのにもう次の日本旅行のことを考えているの。それぐらい楽しい旅行だったのよ。次は人気の観光地、北海道に行ってみようかしら。沖縄や広島も良さそう。友達も乗り気だし、来年も日本に行くつもりよ。以上がエピソードの概要です。この話題に海外スレッドにもたくさんのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。韓国はソウル以外には何もないけど、日本は地方別に特色があって発展しているからね。確かに日本は旅先としてまた行きたくなる国だよ。韓国の観光業界はマインドから徹底して改造すべきだね。文化財の復元もしっかりやってくれよ。
地域の特色に合った文化遺産も増やさないと。まあでも日本を一番リピートしているのは韓国人だよ。日本から帰ってきたばかりだけど、もう日本に戻りたい、また日本に行きたいという気持ちが抑えられない、来年の3月か4月頃にまた戻りたいと思っている、というか会社が許すなら一時的に日本でリモート勤務してしまおうかという気にすらなっている。数週間ほどね。ああセブンイレブン、どうしてアメリカのセブンイレブンはあんなにも日本と比べて劣っているんだ。アメリカのセブンイレブンなんてほとんど行く価値がない。いつ行っても大雑把という印象しか受けない。お菓子類は新鮮味のかけらもない。値段が高すぎることに関しては言うまでもない。日本が恋しいよ。私は日本のトイレが恋しい。北アメリカの普通のトイレを使っているといつも野蛮人になった気分になる。以上が海外の反応です。エピソードをご紹介した台湾人女性は、外国人観光客による日本と韓国に対する考え方の違いを調べたようです。彼女はすっかり日本が気に入ったようなので、リピート確定かもしれませんね。さて今回の話題はいかがだったでしょうか。ちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。メンバーシップもやっています。チェックしてみてくださいね。ありがとうございました。ではでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。